じゃあ今あの上半身部門終わったんで、あの今度下半身部門のアドレスのこう注意点ですかね、はい、ちょっと教えてもらえる。下半身部門、はい、下半身部門でいうと、じゃあ腰回り前傾ですね。前傾は、前傾の取り方ってあの谷の動画でも説明した、やっぱ猫背ですよね。こう前傾の取り方がこう猫背になっちゃうと、やっぱり、まあ、見た目もかっこ悪いっていうのもありますし、これあのスイングが、まあ、ちょっと要は緩い、うん、まあ、緩いっていうのはこう体ぶれますよね、うんうんうん、なのでこう少し股関節からちゃんとこう前傾を少し気をつけをしたら、この股関節から前傾をこう曲げていくと、お尻を突き出すようにして、で最後に少し今かかと重心ですから、膝を曲げてあげてつま先に重心を戻して前傾を取ると、そうすると少しあの綺麗な構え方とあの良いスイングにあのつながっていきます。うん、であとはあの、まあ、あの綺麗に構えようっていう方だと、すごい反りすぎちゃう、反りすぎちゃう方がいらっしゃるんです。これいわゆるこう反り腰って言って、結構ここの腰痛めるあの方も結構いらっしゃるので、まあ、できればここはあの少しまっすぐにこう背中こうお腹へっこますと背中まっすぐになりますので、こう反るとここ空間がきます。なのでここはあの空間を埋めていくと腹筋結構使います。でその上で少しこう前傾するとあのいいアドレス取れると思うんですので、この取り方を少しこう気をつけていくと、あとはこう前に落ちる、腰をこうぐーっとやってお尻が落っこっちゃう形で前傾しちゃうと、これもあの上半身を蹴らっちゃうので、そうするとあのスイングの軸もこう横になってくるんですよね。結構多いですよね、このこれは、うん、結構多いですね。うん、うん、やっぱり自分のこう立ちやすいバランスっていうのが一つあるので、そこに立っちゃうとかのあの台の説明結構こうずれちゃうので、なんか鏡とか窓ガラスとかそういうものがあれば、あの少しこの立ち方をこうチェックしてあげると、まあ、普段の生活習慣のそういうのは結構出ちゃうので、あのいいかなと思います。前傾ですね。はい、じゃあ次はつま先部門で教えてください。まあ、つま先もやっぱりあの何でもやっぱりあのこういう細かいとこすごく気になる方って、あの基本のスクエアってすごいこだわっちゃうんですよね。ですからこのつま先も意外とまっすぐなんじゃないかな。いう人が結構いらっしゃいますよね。少しでもこれあのゴルフってやっぱ回転運動なんで、あの体をこうやってねじってきますよね。で特にあの振り抜く方に関しては体の回転はかなり増えてきますので、あの若干このつま先に関してはこのまっすぐよりかは、気持ちですね、まあ、ボール1個分ですよね、ボール1個分ぐらいは右足を少しハの字にこう開いてきます、はい、で左もハの字で開くんですけれども、あの少しやっぱ柔軟性がない方なんか特にハの字の位置を少し左の方、さらに、まあ、ボール、まあ、1個から半個ですね、あの少し広げてあげる、そうすると少しこう膝の向きと関節がこう外側向きますので、あのフィニッシュまでも最後にこうギャッと少しこう振り抜きやすい、特に少し途中で止まっちゃってこう体が回りづらいとかっていう方は、あの少しこのつま先をあの開いてあげると回転もしやすくなると思いますので、若干少しこのつま先は開いてあげる、でそこに、右打ちの方であれば左足のつま先の方は、まあ、若干さらに少し増やしで開いてあげると、スイングがまあしやすくなると思います、はい、ではつま先。皆様ご視聴ありがとうございました。できれば、チャンネル登録や、いいねボタン押していただけると助かります。それから、コメントなど、いただければ、そのコメントにお答えしていこうかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。